皆さんこんにちは、プーカの土田さとこです。今日はちょっといいものを買って、ネットで買ってそれが届いたので、ここで久しぶりに開封動画にしていきたいと思います。ちょっとですね、うち照明が全然なくて今も自然光で撮ってるんですけど、なんかなので昼間しか撮影できないなっていうね、そんな困ったことがあったんですけど、ちょっと照明を買ってね、夜でも撮影できるようにしたいなと思いまして、照明リングライトを購入しました。それが届いたので開けていきたいと思います。キャーン、こちらでーす。これ YouTuber さんの中では、なんだろうな、いろいろ調べたらなんて読むのかわかんないんですけど、ニーワとかいうところのやつがなんか人気があるというか有名みたいだったんですけど、ちょっと違うやつにしてみました。これもなんて読むのか全然わかんないんですよ。フォスタン。ネットでめちゃくちゃ調べた中で特に悪いことも書かれてなくて、あとはちょっと今はオズモポケットで撮影してるんですけど、ちょっとこれからあれで一眼レフカメラもあるので、それで撮っていこうかなと思って、その一眼レフカメラがこう付けられるもの、その中でも最小なものはどれかなと思って、そんな基準で選びました。何事もですね、一番最初わかんない時はなんとなくの、なんちゅうの、フィーリングで買うようにしてます。特にね、悪いことは書かれてなかったし、あ、ちょっとカッターがないので、ハサミで開けていきたいと思います。じゃーん。そう、今日はさ、いつもは相方の愛子ちゃんが一緒にいてくれて、こうね、相槌を打ったりね、ツッコミを入れたりしてくれながら撮ってるんですけど、今年はそうもいかないことも多い、相方ちゃんが忙しくてですね、いろいろ飛び回ってますのでね、一人でもできるようにっていうことで、一人でおしゃべりしていかなきゃいけないですけど、一人でしゃべるのすっごい苦手なんでね、もう温かくなんとか頑張っていきたいと思います。開けました。開け方合ってんのかな。お、じゃん。まずこっちかな。はい。おー、なんか危ない。お、こんな感じで入ってます。袋に入って、ケースも、うわー、すごーい、ちゃんとケースに入ってる。これカバン、肩からかけられるようなカバンになってますね。ほら、じゃーん。ドイツマンも言った。開けてみましょうか。ここがチャックになってます。おお、まずはじゃん。あー、こういうぐらいのサイズ。なんか12って書いてあったけど、外回りは14インチみたいに書かれてた。どうですか、これ。なんかすごくちょうどいいサイズのような気がするけど、どうなんだろう、ちっちゃいのかな。十分な感じしますよね。わかんないけど。使ったことないからわかんないけど、ないよりはきっといいだろうっていうね。自転車とかも、スピード出さないんですけど、自転車。歩くより速いだろうっていう感覚で自転車に乗ってるんでね。そういう感じ。お、そしてこれと、なんだこれは。あ、
これはなんか携帯をこう取り付けるようなやつですね。ちゃんとこうやって袋に入ってますよ。お菓子みたいに。うん。ってやつと、これはアダプターですね。あ、ちょこ、あ、そうですね。アダプターアダプターと、アダプターの先っぽのコンセントに挿すやつところと、なんでしょうね、これはなんかなんかですね、何に使うか分かんないけど説明書見てないんで、っていう袋と、あとこれは何かな、あ、なんか2色ついてるんですよね、明かりの色を変えられるので、なんかのやつじゃないかな、うん、オレンジ色、おー、オレンジ色のなんかカバーみたいなやつが入ってます。っていう感じかな、こっちの袋の中には。あとは説明書、これなんて読むんですか、フォーシャン、英語と日本語もあるかな、あった、日本語でも書かれてました、いいかな、うん、それと、もう一個、この中に入ってましたけど、三脚、なんかね、私があのネットで、その商品、これが入ってますみたいに書いてあった中で、ちゃんと三脚がしっかりしてそうな気がしたんですよ。めっちゃしっかりしてませんか、これ。倒れなさそう。カメラとかをつけるので、しっかりしたやつがいいなと思って。おー、立派な三脚がついてます。うん、これで全部でした。というわけで、これを一旦組み立てていきたいと思いまーす。組み立てるも何もないんですかね。うんうん。何にも書いてないです、組み方、立て方は。分かんだろうっていうことですね。確かにこれすごい、もうこれも出来上がってるし、なんかこう。三脚にくっつけるだけですよって感じで見たわ。はっ、チンチン、おお、バッチ、すごい、やっぱりしっかりしてる、想像通り。ありがとう。
わかんないですね。うっそー。どれ？これか？これなのか？え、違うよね。これはここだもん。これはまっすぐ。これもまっすぐ。ここだ。ここにもう一個なんかありました。これか。これが、あー違う。なんか取れました。え、緩めすぎた。動きました。やばい、一人でポンコツだと不安になる。なんだこれ。どういうことでしょうか。ここに入れるっぽいんだけど、絶対違う。これでいいの？こんな隙間あるの？あ、固定されました。ただネジを締めればいいだけ。なんかここに隙間がすごいあるのが見える。ここにすごい隙間があるのがめっちゃ気になる。 A 型なんで。まあでもいいってことでしょう。できました。あ、映ってない。できました。それでこれとここに、組み立て方が楽かもしれない。これをここにカチッ。え、なんか矢印書いてある。こっち、え、こっち、こっち、こっち、なんかよくわかんないけどみたい。なんか回せみたいに書いてありますけど、よくわかんない。まあ、いっか。そして、こいつと、これを、向きはどっちでもいいのかな。でーん、硬い。入るんでしょうか。よいしょ。よし、じゃあコンセントを入れてみたいと思います。コンセント刺さりました。ではここがねスイッチみたいなのでつけていきたいと思います。どうかな、いくよ。うわ、明るー。今一番ちっちゃいのでこんなに明る。ちょっと見えなくなるかもしれないし、目もやられるかもしれないけど、最大にしたいと思います。あー、すごい。めちゃくちゃ明るいです。ちょっといろいろ試してみたいと思います。ちょっとつけてみますね。今何にもつけてない、今3時ぐらいでカーテン閉めてる室内です。そっからこれ、うわ、明るっ。あー、目の中にリングが
ありますね。おお。どうですか？明るい。白いね。本当にちょっとしかつけてないのに。どうなんだろうね。やっぱ昼間は昼間の明かりの方がいいのかなとは思いますけど。夜になったらまた全然違うのかなって思いますね。わお。うん。ちょっとじゃあオレンジのに変えてみますね。はい、オレンジをつけてみました。おお。どうでしょうか。どっちがいいんだろうね。取れたやつを後で見てみてやってみたいと思いますけど。昼間なのでやっぱり自然光が一番いいかなって感じはしますけど、夜ね試してみたいなと思います。でもいい感じです、すごく。ただ今 iPhone 5S ちっちゃいやつをモニターみたいにして使ってるんですけど、それはね、このついてたカシャカシャ、これより 5S がちっちゃいんです。だからこれ大きくて挟まりませんでした。なのでなんか持ってる自撮り棒の上をここに取り付けられたので、それで取り付けて使ってみましたけど、ちっちゃいの使っててやりたいと思ってる人はハマんないかも。というわけでこのリングライトを使って動画たくさんいろいろ撮っていきたいと思います。バイバイ。